埼玉スーパーアリーナ初日終わり、まあライブ終わった後の率直な感想を僕は話したいなと思ったんですよ。今日結構ね、ネタバレあるかもしれないんで、そういうの無理って人は見ないでください。テルの思いつきでやってるからね。怖いわもう。これがライブなのよ。ライブ最高。お、すんげえ不安だったの。ライブやるまでは。でもなんか助けられた感じがした。すごい見栄えだよ。これが俺のリアル視点だ。まあいいっすね、やっぱり埼玉スーパーアリーナ。自分たちが作った音楽をさ、爆音で流すって超最高だよね。漢字一文字で言うと感無量。シャープ15でございます。改めましてこんばんは、グレイのギターの久志です。本日ですね、埼玉スーパーアリーナでのホテルグレイ 25th ファイナルホテルグレイ殺人事件あれなんかタイトル投げんだよいつもの初日でした。そしてさっきまでね、マジで楽屋でダラダラしてたメンバー、まあ、テルは喉のケアとかあったんですけども、ほんともうね、何の話してたっけ。オンラインサロンの話をしてたんですよ。なぜか。まあ2020年っぽいですけどね。そんなダラダラして、タニア、あと15分だっていう感じでめっちゃバタバタして、サムネイルもいいじゃないですか。これ結構バックステージ入れないと見えないぐらい。あのバックステージはあれですよ、グレイと U2 のメンバーが奇跡的に出会えたっていう。どうでもいいかそんなの。まあでも埼玉スーパーアリーナ本当に20周年おめでとうございます。で、思えばですね、本当にグレイはあれはヘビーゲージだね。ツアーで言うと99年、2000年ですかね。ヘビーゲージのツアーは99年やってないの。それはまだピュアソウルの。あ、そっか、ピュアソウルか、はい、じゃあ2000年か。で、結構もうできてすぐに使わせていただいたんですよ、スタジアムモードっていうね、ドーンと。でも今日は要請により間隔空けてなんですけども、それで最大に空けてコンサートやったんですよ。それで1万人、はい、ってことはもう2万5000とか入るの。2万2000で入るのっていうことですね。本当はもう20年間本当にお世話になっております。なんかね、札幌ドームもねできない今、こうやってね2日間本当に抑えていただきまして、使わせていただきまして本当にありがとうございます。大感謝です。そんな感じですね、埼玉スーパーアリーナ初日終わり、いきなりですね、まあ隔週で入ってたっていうのがあるんで、まあ今日やろうっていう話になったんですけども、ちょっと前にメンバー全員帰ったんですけどね、まあライブ終わった後の率直な感想を僕は話したいなと思ったんですよ。なんでこの大舞台の後にここにいるんですか。なんか俺給湯室の OL トークが好きなんですよそれだけですかこんなに広い会場になんでこんな狭いところにいるのかなって、ちょっとファンの人もそう思ってると思いますよ。すっごい情報交換の場じゃん、喫煙所とか。一つのなんかこうコミュニティが生まれる場所で、僕がドラマの中で結構好きなシーンなんです。ちょっと違うけど、いやー、でも本当にもう MC で言ってたけども、11ヶ月ぶりのライブアート本もありましたけども、今日結構ね、ネタバレあるかもしれないんで、そういうの無理って人は見ないでください。そこら辺俺責任取れません。でもね、だったらね、やっぱりね、これだよって思った。だからもう遡ること、ベネツィアのあの無観客ライブから始まって、その前のがだって横浜アリーナだったでしょ。そうですね、うん、だからいきなりのこの大舞台で感動したんですよ。泣かなかったけどねもうなんか楽しいの方がすごく出ちゃって、でリハーサルがね、俺すっごいネガティブな感情だったの。俺ちゃんとできんのかな、こんな1年近くも空いて。でも今日立った瞬間じゃない、2、3曲ちょっと温めたけど、でもね、もうやっぱスイッチ変わるわけ。あー、これこの感じっつってね、そっからもう2時間半ぐらいやったっけ。そうですね、2時間弱ぐらいやりましたね。で、まあ新曲もあり、結構やったことない曲もあったよね。そうですね、久しぶりによく歌いましたね。いや、初めてやった曲もあったんじゃないかなと思うんだけど、まあもちろん定番の曲もあったんだけど、いやー、これで2020年本当に大きなアリーナのライブができてよかったって思っている今です。いいですね、やっぱりね、本当にお客さんがいるっていうの違いますね。配信は何度かやってたんじゃないですか。配信だからね、つまんない。おー、配信ですよこれライブアットホームの楽しさっていうのは別である。ここら辺にある。で、ライブはここら辺にある、 YouTube はここら辺にあるみたいな積み分けがあってなんぼなんですよ。そう、だから1個でもかけたら本当はダメだったの。それをね、今日すごく感じました。だから俺がホテルグレイ殺人事件でさ、去年の5月か、去年の5月25日に、トゥミさんと一緒にさ、はい、いきなりなんかそんな話をするわけじゃん。あれをやりたい、誰とやろうみたいな感じで言って、オンエアエリートやったんだけど、俺もう撮ってる瞬間、なんか映画好きだから、映画作ってるみたいな感じで、もうずっと感動してたわけよ。はい、それがアリーナのさ、
映像に流れて、もう心で泣いてたわけ。ああ、もう俺なんか大好きな人にもあったし、なんならこの映画的なものも作れて、自分のコンサートで、でよかったなと思ったんだけど、それで東京ドームと名古屋ドームでオチをつけるのが今回だったんだけど、あんまり詳しく言えないんですけど、まあ今回オチがついてるんですよ、ちゃんと。ちゃんとかな、わかんないけど、をやってる瞬間にもうバンドやめていいんじゃないかな。早いっすよ、まだ先があるんで。いやもう俺十分だ、もうこれで今日やめてもいいよ。明日ライブ本番。明日だから皆さん、ワウワウ他配信サイトであるんですけど、いつか行って著作権問題っていうのがあるんですよ。ワウワウはいいね、はい、チケットを発売してるってところが利益が出てるから、その音使ってその利益取ったらダメみたいなことなんですけども、すいません最初に謝っておきますけど、会場に来れた方はもちろん見れるけど、その配信の方では実はね、あの俺がオチだと思ってる、あオチはいけるか、まあオチの音楽だってさ、いつファインで使えないんだよ。確かにそうですね。もうさ、何なの、フレームで1時間終わります。とにかくあのこれ本当にすいません、俺が考えたエンターテインメントのが 100% みんなに伝わらないんですよ。なので見るサイトによっては多分こういう感じなんだろうなと思ってるけど、そういう風には伝わらない雰囲気になってるので、俺は諦めました。これやればいいじゃないですか、この番組の解説を。どうやって、だからそのやつを実演してみるとか。あ、いいね、それね。でも YouTube も厳しいんだよ。そこがどうなるか。だからさ、もう絶対に俺が作ったものはいいものなんですよ。で誰も損しない。だからスピルバーグに行ったら「It's OK!」って言うかもしれないけど、そこの間に入ってる、まあもちろん俺らも権利をもうやめようか。そうですね。やめよう。というわけでですね、いやもう本当にね、今日ね、いや2020年の中で最高な時間だったね。明日もあるけど、いやこんなに我慢してた。だって俺らさ、半年空くってあんまなくない？ないです。まあ俺らテックがさ、ライブアートホームやってたから、はい、すごい楽しかったんですよ。マスクのさ音源に対して俺がギターどうアップルするかっていうのは、すっごい楽しかった。うわ、もちろんなんだけど、その3つどもえの1個よ、それがないと。やっぱりまあトスさんとかって言われたら、あ確かにやるっていうのをあれ以来ですよ。そうだね。あとやっぱりこうなんか空気を読んでアイコンタクトでさ、こうなんかってみたいなさ、今日だってあの久々の曲のあそこの後半のアレンジとかもある、テルの思いつきでやってるからね。怖いわもう。それにああ合わせるみたいな。これがライブなのよ。でもなんかこのコロナ禍でさ、俺別にライブなんかできなくてもいいやみたいなさ、レコーディングなんか好きだしみたいな思ったけど、ライブ最高。ライブ最高。でもこんななんかリハーサルやっててね、ライブの感じが想像できなくてすっごいネガティブだった。すごいですね。いやだってプラスアルファの力が降りないと、自分がやっぱりプロのミュージシャンにならないと、それがね降りる瞬間になった今日。うん、ああこれなーと、こうやって人に見られてなんぼなんだわと思ったよ。リハーサルなんかねほとんど意味ないんだよ。25年やっててもやっぱりそこは本番の環境じゃないとスイッチっていうか、そういうあれがパチンとならないですね。だってまあ今日あの1万人っていうね集客でやったんだけど、それで明日になるとまた配信とかあるじゃん。それも想像以上の人、まあ、もしかしたら海外とかにもなってるするんだけど、 そんな人に見られるって瞬間ありますか？ないっすね。ないっすよ。これもないんだよそれ、ライブがないと。ああなるほど。だからライブがあるってことは、自分のこの細胞レベルでレベルアップさせていく、それが11ヶ月なかったってことなんですよ。だからまあね、この YouTube「久し TV ザライブ」もさ、演奏はするけどまあ一人じゃん。だからすごくパーソナルなところでやってるから、このグループメンバー、そしてコンサートスタッフみんなで作り上げるっていう、非常にこの何て言うんですか、そういうの例えがたいものじゃない。そうですね、みんな俺がなんかここがちょっと遠いとか言ったらすぐここなんかやってくれたりとか。ライブってその演奏なんてこんなもんなの。あとこっちはもうここまではもうグループのチームワークだなと思ったんですよ。だからすごい非常に俺感動したんですよ今日。ずっとワンオペでしたもんね。あれきつかったな。来年から富田さんつける自腹でいいかな。いやでも本当に1万人っていうと、会場でいうとどんぐらい武道館とか。武道館はまあ1万人ぐらいですね。だから埼玉スーパーアリーナを使って1万人っていうのはなかなかこうないですね。ないことなんだけども、はい、なんかもうね泣いてんのよ。もうそういうのが見えるわけよ。あ、はいはい、うん、お客さんがですね。そういうの見るとまあ待たせてごめんねっていうのがね、いやてかごめんねごめんねっていうのがちゃかすとこじゃないいやでも意外と感傷的な感じではなかったなって俺の印象では思ったな、うん、みんなやっぱり楽しみたい。グレーのコンサートは
っていう風に感じたんだよね。だからすごいすんげえ不安だったのライブやるまでは。でもなんか助けられた感じがした。今までグレイを応援してくれたみんなとやっぱスタッフだよね。本当にこんだけ長い時間やってなかったけど、あそこも大丈夫ですみたいな、あじゃあこれ誰みたいな。そうですね、すごいなこのチームは。レコーディングチームすごいけどね、本当チームになんか恵まれてるなって感じがしますね。だからこんだけ僕はふざけることができるんですよ。ふざけてなんぼですよね。夢はだって高田純次ですから。いやこれね結構冗談かもしれないけど本当なんだよ。やめてもらいたい。フォローできないところまで行きそう。いやでもフォローするじゃんみんな、その悪いグレーとかさ。そうですね、本当悪いグレーやったら俺だって会場行かない。そのアイディアだけはちょっともうなんかタトゥーオマージュとかやるよ、楽屋から出ないみたいな。それもだって俺面白いと思っちゃうから。そこは多分みんな全力で止めると思います。もうすぐ50なんで、はい、そこら辺大体分かるよ止められたら。これやったらダメなんて分かりますから。じゃあちょっとね、さっきもねツイッターで言ったんだけど、会場の方行こうかなと思ったんだけど、なんか結構みんなネタバレのこと気にしててどうしようかなと思ったんで、ちょっとねルーティンやっていいですか。最近の近況ツイッターだったりいろいろと僕もリツイートしたんですけど、尾形めぐみさんの楽曲提供参加しましたね。あれだってさコロナ禍だったかもすでに。企画が来たのは前でしたね。あそうだよね、はい、去年とか。そうですね。でまあ誰もが言うよね、逃げちゃダメだって。いや、なんでそもそもいじるかな。いや、もう大ファンなんですよ、昔から。しかも今回だってアルバムリリースが3月ってもう発表されてるんですよ。で、エヴァが1月の23でしょ、激アツじゃないですか。まあそのタイミングは知らなかったんだけど、あ、尾形めぐさん、やります、もちろんやります、一緒になんかできるのってやりたいですって。で、打ち合わせして初めてお会いしたんですけども、結構ね、もう久々好きなようにやってくださいって言う、マジか、俺好きなようにやってって言われるの苦手なんだけどなと思ったけど、俺の中の尾形さんとグレイをつなげたいなと思ったんですよ。でまたこれがねいい曲ができたんですよ。昨日からミックスが上がってね。そうですね、うん、でこれ危なかったのがさ、レコーディング参加するベーシストがノルウェーってバンドをオンラインでやってて、で関田さんっていう人がベーシストで、今日久々のレコーディングに参加しますと言って来たの。あそうなんですね、俺仮ギターだけど。そしたらミックスの前の日までに上げてくださいギターって言われて、で俺ツイッターで書いたあれが尾形さんのレコーディングだったの。そうだから今日のこともあったんだけど、一日もビシッチレコーディングしたっていうのがそれだったんです。3月リリースされます尾形めぐみさんの楽曲に久しぶりに曲参加させていただきました。本当にありがとうございます。そしてエヴァンゲリオン全部終わったって言っててね、僕らは本当に個人的に楽しみに見に行きたいと思っております。あと昨日なんかちょっと俺ソードポップの光るとめちゃくちゃ、これとかもそうなんだけど何の説明もないけど、もうがっつりスパイクものを作ってて、でもこれはもうスパイクレコーディングスストライクスバック、まあ今日もねエンターテインメントの逆襲、前回の配信もエンターテインメントストライクバックっていうでこういうのを作ってたり、まあいつ売るかはまだ決めてないんですけど、あと昨日発表したのがスポーツラインでスパイクワークスっていうのを作ったんです。っていうのも結構俺コロナ禍でジムにめちゃくちゃ行ってたんです。あと走ったりもしてたんです。そういう時にレギンス履いたりとかハーフパンツも履いたりとかしてジャージも着てたんだけど、で、ああそろそろなんか傷んできたなと思って探したかも、いいもの。そしたらあんまりなくて、あ、じゃあこれスパイクでスポーツラインを作ろうと思って今立ち上げてて作ってるんですっていうのを今やってて、来年ぐらいからちょっとなんかこうアパレルって言ったらもうちょっと申し訳ないですけど、なんかスパイクレコーディングスを進化させた形でもうちょっと違うもの、これ滑稽シャツだったりするんですけども、背中もねロゴが入ってますけど、なんかみんなに買ってほしい着てほしいっていうのはあるけど、まず最初に俺が着たいっていうのがあって、でそういったなんか素人ながらまあデザインとか頑張ってるんで、そういったねこれからもっともっと体を動かす大事なこととかも皆さんにお勧めしていきたいなと。お疲れ様です。思います。最近見たね作品なんですけども、これね今回初めてねワウワウオンデマンドっていうのを利用したんですけど、うん、まあ明日もねワウワウで我々のライブ配信されますけど、ワウワウオンデマンドくっそ便利だね、めっちゃくちゃ便利。ワウワウってやっぱりさちゃんとこうダーってさ番組が流れてるじゃん、プログラムがある、ね、うん、であれ見れなかった、コールドケース見れなかったみたいなさ、はい、ある中でパソコンでも見れるし、うん、こうやってタブレットでも見れるし、タブレット見れるってことは iPhone でも見れるんだけど、前から広告で見てたこちらをね見たんですよ、殺意の道のりって。これはね
大体あの30分というか20何分の7話で完結で、来週の月曜日かな、深夜0時に7話で完結するんだけど。ドラマですか？ドラマで、俺バカリズムさんが超好きなんですよ。シュールともまた違うさ、もう作家じゃない、脚本家というか。作家活動されてますよね。そうで、笑いも好きなんです。で、バカリズムさんの脚本ということで、ああ絶対これ普通じゃないんだろうなと思ったの。めっちゃくちゃ凝ってるのね、作りが。で、1話見て井浦新さんが共演してるんですけど、もういきなりあのサスペンス、ホラーまでサスペンスなんだけど、2話目からザ・バカリズムなんだよ。しょうもない。じゃあ、あれさ、ちょっと言うんだけど、復讐劇なの。で、あのバカリズムがいとこで一緒に手伝うよとか言って。あ、ご本人も出るんですね。そうそうそう、うん、じゃあその打ち合わせどうするみたいな感じで、第2話打ち合わせガストでやるのめっちゃシリアスな話してんのに、こちらどうぞみたいな感じでもうほんとザ・バカリズムで、俺大好きな、そういうの。で、もうね、バカリズムさんで言うと、俺スムスムとか架空オイル日記とかがすごい好きで、フルとかでやってた。でも、まあバカリズムさん遊んでんなっていう感じ。ナレーションがさ、井浦さんなんだけど、死ぬほどかっこいいの。こうしてこうしてなんとか復讐計画が始まったみたいな。音楽と井浦さんだけサスペンスだ。グレーで言うと、もうこうして埼玉スーパーアリーナの夜初日無事に終わったみたいな。めっちゃかっこいいの。でも真面目にコントやってるの、ずっとずっと。だから7話が終わるまでどうなるか分かんないんだけど、今一番好きなのが殺意の道のりこれ。ただね、30分で7回ってちょっと短いなっていうふうに思ったんだよね。韓国ドラマだったらもっとがっつりやるんじゃないかなと思って。いやー、もう本当にワブワブさん、もっともっとお金かけてドラマの方を作ってください。僕見てますんで、 大ファンです。そして井浦さん、ザシティビー待ってますバカリズムさんじゃないんだっていうねあのワブワブのね、オンデマンド素晴らしい。これは絶対使って、グレイの、 あの明日のライブとかも多分オンデマンドで何日か見れるんじゃないかな。はい、というわけで、じゃあそろそろ行ってみますか。どこ行くんですか。まずは楽屋だよ。楽屋、こんなの俺ふざけて持っとけいいのかな。怒らないのか。大丈夫っす、大事なやつ。こっちがスタッフエリアですよね。そうですね、うん、ほら、ちゃんともうこれどこでもありますよ、これ。大好きです。そうなんです、はい、ありがとうございます。で、まあ、あるあるっすね、これ。シーバーバッテリー、俺ここよ、 U2 のエッジとあったらここ、まさにここ。今でも覚えてるもん。いい人だったなぁ。これね、今2020でしょ、だから20年前にやった。あ、そうです。うん、あ、ここがチャイニングルーム。もう成長してあるんで入れません。200億円ぐらいいろんな貴重な楽器がいっぱいある。で、こっからこのパスがないと入れないですよ。これですね、我々持ってるのは。こっからが楽屋ですね。で、ここがトレーニング。で、ここがメンバー。はい、これ見た方が早い。これでも分かんないんじゃないですかね。初めてのかっこいいの今回。そういった密を避けるために。あ、確かに、はい、あ、メンバーはいいんだ、メンバーで。まあ、3人しかいない。あ、そっかそっか。テルさんですね、うん。そしてメイク&ドレッシングが実はあのメンバーの部屋とつながってます。このレモンがかっこいいですよね。毎回毎回スタッフさんチームがね、え、ほんとだ。なかなか見ることないんじゃないですかね。楽屋つまんないからステージ行ってみようか。楽屋つまんないからって。え、でもどうなってる。ちょっと行ってみよう。あ、まあここ僕の陣地ですね。まあこうやって楽屋座ろうか。そう、大体みんなね、初日座った位置に次の日も座るって言うんだけど、たまに俺変えてみるの。変わってますっけ。変わってない。スタッフさん基本的に大テーブル使いますよね。もうね、広げんのよ。そうですね、めっちゃ広げんの。で、タクロ絶対あっちやす。ジェローさんは割と端に。あ、そうね、こっちは、はい。で、まずね、俺のグラスがこれなの。これが俺のグラス、ネルフ。で、まあ、ライブ終わったら一本しかない、まあ、キオレオピンとかね、飲んでた時ありましたけどね。あ、こういうエナジー系。あと俺ライブ前必ず食べるバナナと、あとあれだね、トマトジュース。あ、今日飲んじゃったからないけど。じゃあステージ行ってみましょうか。こっから出てこうステージ向かうんですよね、我々は。もう何度もやってるね、これ埼玉スーパーアリーナ。本当何回やったかってカウントしてみたいよね。スーパーアリーナと横浜アリーナさんは多いですよね。あとゼップ東京ね。帰ってきたって感じしますよね。そうだね。あれゼップ東京なくなるんだっけ。なくなりますね。そうだよね、あの戦いというか。でも今羽田とかもできてるからね。そうそう、羽田もできてます。おー、明るい。うわー、すげえ。映してあげて。あれここ広いですよね。これが一番でっかいもの。これは普通のアリーナボール。いや俺ね、一回ね、あの埼玉スーパーアリーナの あのあそこ照明のキャットウォーク。そう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 、行ったの。無理、怖いですよね。うん、何回顧客レベルなんで、その
さらに上。いや、あのピンルームっていうのがあるんですよ。ピンってあのメンバーにこうバシッと出すピンスポット。あそこの時に、あの上のあのオレンジとか白のライトが出てるあそこ。あじゃあもう逆に見えないよね。お客さんの真上ですよ。さらに上なんです。ああいうところってもう携帯とか持ってたらダメなの？持ってても大丈夫。あの落とさないようにちゃんとこう自分たちで。あ、そんなレベルなんだ。管理はして、まあ、極力基本的にはほとんど持ってかないようにみんな。俺よく携帯落とすのね。それダメです。あそこから落としたら凶器だよ。いや鈍器だよね。じゃあ行ってみましょうか。こっちがあの上手ですね。上手と呼ばれる拓郎側です。はい、ではこの辺りに拓郎さんのギターがあるの。だここあんまり来ることないのよ、拓郎の。あこれだってすごいよ、ここら辺は。ヴィンテージの JCM だもんね。これ、俺あの誕生日にあげたやつ。イーブンタイトのやつ。これ優秀なんですよ。これがステージですね。あんまりセンターが映さない。で、まあこうなってるわけですよね。俺、拓郎の機材見えたことあんまないかも。あ、上がれるようになってる。あ、こうやって弾いてんのね、拓郎。すごい見栄えだよ。拓郎の見栄えはこう。おお、すげえ響く。絶景だね、これ。怖くないですか？全然結構な高さですよ。いや、全然怖くない。そこに登る必殺はレアレアっす。まあ、こんな感じで機材がメタルゾーンでですよ。あー、閉じてんのかい。あ、じゃあ俺持とうから。開けていいですか？開けていいよ。でですね、ライトセーバーオンリーと書いているところにライトセーバーがあると。で、僕のアンプの上でここに大体あのドリンクだったりタオルとかがあります。で、これがキャビです。そして裏が、裏も凝ってます。こんな感じです。で、僕らの登場するのここなんですよ。ここから出てきて帰ります。お、開いた。これが俺のリアル視点で、説明すると、これはファンですね。ほら、風が来てますね。あの今日は一度もつかなかったです。ちなみに言うと、ネットライフの時はこのメモリをフルにしてずっとつけてた。で、これが今回新たに導入したエターソンのチューナーです。ストロボチューナーです。で、に久し対象がいて、で、今回これも初導入のフリーザトーンのモーションループですね。で、これがたまに悪さする初代ワーミーで、これがワウペダルで、もうで、一番よく使うボリューム。で、コルグのチューナーが入ってますね。で、こんな感じでたまにこう乗ります。こう乗るとこんな感じ。わあ、いいっすね、やっぱりサイトランスいっぱいあるね。広いですね。いいね。これはね、みんなライブをやろう。まあそんな感じで2日間あるうちの中の雰囲気はこんな感じなんですね。あ、こっち行ってみようか。まあなかなか行くことはないですね。そう、めっちゃね、炎が出んの。うち炎ってどれ？これ火。聞いとけばよかった。説明してましたよ。いや、だこれ見分けられないじゃん、これと。暗くなった時は。そう、火はね、あの涼しいやつが好きなの。涼しいやつ、これ今理解。こういうところにね、あ、ピック落としたって人のためのメンバーピックが置いてあります。こういうなんかでっかい照明にさ、やっぱ俺のギターとかって古いから、そんな古くもないけどノイズが乗っちゃうんですよね。前も言ってましたね。うん、だから本当に静かな時は絶対こういうところを避けているっていうか、意識的に行かないようにしてるんですね。あ、じゃあ降りてみよっか。あ、これだったら別に会場バレとかないんじゃない。確かに映像バレとか、まあ、ここちょっとね、あの今回のオープニングの肝なんであんまり映したくないんですよ。断りにこだわった。そうね、あのなんかバス移動の時すげえ揉めたよね。揉めましたね。ここじゃないと軽さ問題です。ダメなんだよって俺が言った。サロンの一番後ろの時に言いました。周りの人は十分カンプやったって。いや、逆に意味が分かんない。情報が少なくて俺って説明が下手なんだよね。撮影事件の説明もめっちゃ下手だと思うね、俺。いや、あれひどかったっすね。あれ TBS かどっかでやったじゃん。俺が説明するから、ダメじゃ言わなくていいよって話って言って、なんかのテレビ番組の楽屋でやったら、そうこうなってこうなってこうなってっていうのがざっくりすぎて、みんな当てのまま浮かんでましたね。だって、考えてみたらそんなことやったことねえもん。だから俺が発注するって言った。これ何階建て？表記は500レベルよ。500レベル。あれなんか前来ましたよね。はい、席行った。怖いって言ってましたね。高層ビルだよ。いや、でも僕も下向けないですよ、あそこ行ったら。いや、そうなんだよ、マジで怖いんだよ、あそこ。ちょうどいいとこですね。夏フェスみたいにめちゃくちゃこぼしてる。酔っ払ってます。酔っ払ってんの。いや、ここでさ、自分たちが作った音楽をさ、爆音で流すって超最高だよね。楽しいよね。席がある絵っていうのがやっぱり久しぶりですよね、本当に。そうだね。いや、感慨深いです。なんかちょっと
こんだけライブができなくて、エンターテインメント、そして舞台だったりね、その映画もねそうだったし、ようやくなんかできるようになってきた。最近がさ、感染者爆裂に増えてるわけじゃん。それはそうだよね。みんなだってそうやってそうなるって分かってたわけだし、もう本当に付き合い方としか言えないんだけど、ワクチンの問題だったりとか、どうなっていくのかっていうのはちょっと、やっぱり共に共存しながら、誰がどんな重くで何かをしたか分かんないけど、少しずつじゃないですか。だってさ、そうじゃないと、まあ、自然もあるかもしれないけどね、その、でも確実に存在はもうしてるので、ウイルスが断念されてるファンの方とかもまだ見えてないという方もいるんで、うん、やっぱり医療関係の方がさっきもそういう関わり方してるから会場には行けないという人も見て、ああでも、うん、まあ今回来れなくてもね、ステルが言ってる通り、グレイはねずっとライブをやっていくっていう風に言ってるし、なんなら今アルバム作ってますからね。すっごい俺テンション高いですよ、それで言うと。あ、そう、次回の配信がですね1月の2日なんですよ、隔週になると。その日にグレイ全員集合した、前回撮ったっていうね、その動画を配信します。これまあ時間はまあちょうどいい時間にしたいんですけども、タイトルはですね、グレイ初カタカナ禁止恐竜がいた頃からあるネタよまあでグレイやったことあったっけかな、なかったと思うんだけど、でもやってみたらまあ面白いんだよ。予想以上にポンコツでしたね。あのね、予想通りにポンコツだったね多分みんなが思う通り、ああいつだろうなっていうのがね、あの子大丈夫だろうなって子はね、大丈夫だったよが、あのぜひあの新春初笑いということでね、あの皆さんに見てほしいんですけども、それが2日にアップされて、その次からは通常のまたあの各週の久しぶりザライブお送りします。あ、じゃあ給湯室戻って終わろうか。そうですね、うん、あ、俺 U2 ここら辺で見たな、ちょっと座ってみたいな。え、ここら辺超見やすくない？そうですね、いい席ですよ、この辺とかめっちゃいいよね、ここ。まああっちも同じことなんだけど、今回会場でお酒とか飲めるの？あ、いつもダメだよ、野球じゃねえんだからうわ、ここで飲みながらグレイ見てえな俺。面白いと思いますよ。なんならだってここだったら別に座ってもいいわけじゃん、ね、再選だったらね。ペットボトルもダメなの？基本持ち込みは禁止なんですけど、あの個人で普通に、あのサーモとか、はい、それにワイン入れてきたらワイン、それぐらいいいと思うんですよ。ダメダメダメライブ見ながらお酒飲みたくない？そういうふうにやってる人も見たことありますけど、ダメですね。カットできないのか？生放送すからね絶対お酒飲んでくれのライブ見てほしい俺。いつかでもそういうコンセプトのライブ、お酒飲みながらジャーニーみたいなやつね。まあそう、ね、でも俺絶対ガイタルのライブ酒飲まないと無理だな。これ以上言うなって話じゃないですか。でも間違いなく来られるのでそう楽しめるライブ、ね、うん、まあお酒なくても楽しめますよってことですね。あ、ここにもマイクあるんだな。これ何のマイクですかね。オールディーズマイク。こっからバックステージに入るとここら辺とか見えないね、一般の人だったらね。確かに、あのあれだよ、あの夏フェスでさ、知り合いとかでもここら辺で見てる、これが楽しいんだよ ね、 ね、飲みながら見て、たまにこっからバレるみたいないや予想以上に静かな埼玉スーパーアリーナだったのに、もうちょっとなんかバチバチやっててほしかったね。リアルだったんですよね、うん、これ結構バックステージ皆さん見れたんじゃないですか。なんか、あ、そっち進め間違ってましたいやもう荷物まとめて帰ろうと思ってたんで、ね、まあちょっとメンバーの方とは逆側になりますけども、我々のスタート地点急所です。本当だったらさ500レベルとかさ行ってみたかったよね。面白いですね。時間的にさっさと今のスピードで歩いてたら2分ぐらいかかるんで、オープリーズでやるけどね。いや明日もライブなので。いやーそうですね、はい、本当に漢字一文字で言うと感無量。一文字じゃないですけど、一文字は無理なんだって一年を一文字にっていうのはいやでもいやでもサイダーススーパーにはね、もう何度もやってますけども、今回もなんかこうコロナ禍開けてないじゃない、ね、だからコロナ禍での公演ということもあって非常にまたグレート埼玉スーパーリーマン、あ、リーマン、ね、意味のある公演となりましたけど、でもこれがね、例えば横浜アリーナとかでももしかしたらありだったかもしれないしね。うん、だからなんかこれからね気を引き締める時ってあるじゃない、武道館とかさ、横アリ、ゼップなんかもそうだけど、まあ埼玉スーパーアリーナはね結構できてすぐやってるし、なんかこういった関係性っていうのはすごく嬉しく思ってて、うん、やっぱりいい公演すると俺会場の何が良くなると思ってる。すごくスピリチュアルなことを言ってて、俺はこれまでそんなこと考えてなかったことなかったんだけど、でもそういう風に思いたいって思ってて、
ってはすごいなんかそれが全部つながったと思う、うん、いい関係性だったなっていうふうに感じて、でまあ明日もありますけどね、まあ今日来れた方は配信とかなかったから結構少なかったと思うんですけども、ぜひねまた有観客ライブがこういった形ってやっぱりいいなとかさ、これからもっと声が出せるようになる、なればいいなとかさ、そういうことを考えながらお互いエンターテインメントの可能性、そして希望だね、そういうことを考えながらお互い頑張ろう、もう頑張ろうしかないんだよね。結局なんかさ、もう陽性が出て何時まででさ給付金が出たりとかするけど、まあきついよねそりゃ。だからやっぱり俺もきついわけよそれは。だからね、俺は粛々とそのレコーディングしたりとか、可能な限りこうやったコンサートやったり無観客ライブも配信したりとかしているんですけども、まあ来年はさちょっと明るい兆しを期待して、ぜひぜひ明日の埼玉スバリナーレね、僕らは2020年は最後の締めになるよね、締めになると思うんですけども、ね、もっともっと希望を持ってエンターテインメントやっぱりね不要不急と言われていますけどね、そんなもんじゃないんだっていう気持ちを僕らは持っているんですよ。なので来年明けてね少しでもいい形になればいいなというふうに本当にもう心から思っています。そこでできるのは明日のライブがねすごくいいものになることかなっていうふうに思いながら、なんで誰だろうこんなやってんだろうって思うまあとにかくもうキュッと本当に楽しかったのよ。伝わってきます、うん、あとね明日来られる方めっちゃ感想してます俺マジでね今日衝撃が、ゲンってさやっぱりゲンってゲンじゃんゲンってゲンじゃん、ゲンですね、あれが、まあ、縦のものがさ滑らかなものがクッて止まるの、そのぐらい乾燥してんのよ、保湿とかお水とかね、そうですね、うん、あと結構寒いです、俺今日ねいつも脇汗かいてんだけど、いい感じよ今日一滴も汗かかなかったです、まあ、乾燥してちょっと寒かったんで、そこら辺ちょっとお気を付けしていただければと思います。はいはい、何に締めようとしてんだよお前、阿部くんです、そんなさあ、違う、明日がライブなんですよ、明日もです、あぐらかけ俺ここで強制的にできるんでいやまあ多分今日のね1時間見ていただければ、俺がどんだけ楽しかった、そして、はい、チームがどんだけ素晴らしいかっていうのをね、はい、分かっていただけると思うので、はい、そうですね、これからもグレーこんな感じで楽しんで配信もそうしライブもそうだけどやっていきたいなと思っています。はい、指かけんなもんもうそうやって長くなんだからね、あと5秒、じゃあ一言お願いします、次回はグレー全員参加のカタカナ禁止です、ありがとうございました、はい、お疲れ。